はい、おはようございます。ネタチャンネルです。今日は7月3日水曜日午前中撮影しました。今日のね、最高気温は33度、最低気温が27度、ね、とても蒸し暑いです。湿度は 78% です。こんな中、電動車椅子で、買い物に向かっています。ちょうどね、電車が通り過ぎてますね、いつもね、この下じゃなくて上をね、散歩コースなんですけどね、今日は下が高架下というかね、ここをくぐって買い物に行っております、ね、ここはね、青山通りというと八尾の人しかわからないと思うんですけどね、青山通りを南に突き当たるのでね、行きます。で、突き当たったところに、国道25号線ね、にぶち当たります。で、国道25号線を右折して、今日の目的地港南に行ってきます、ね、港南にはね、月1ヶ月に2回は行くね。大体あの確実に行くのは夢太のドッグフードです。今回も、夢太のねドッグフードを買いに行きます。今から行く港南が一番品数が揃ってるんかなと思うんですけど、今はどこでもねドッグフード売ってるんですけどね、量が少ない。小型犬のばっかり置いてあるんでね、大型犬の場合はもう6キロ7キロね、そのぐらいで、それが一月2袋入れますね。だから13から15キロぐらいは1ヶ月食べます。メタはね、まあ、その間に おやつとかもねあげてます。こんな感じで今日は一袋だけね買いに来ます。ここの歩道は狭いので、自転車とかね、僕がこうやって歩道を走ってたら自転車は車道とか走ります。あ、たまにこう橋に寄ったら、まあ自転車も通れんことはないけど、まあまあ狭い、来来県のその先がホームセンター。家からってどのぐらいなんやろ、これ途中カットしてるから分からない。だから距離分からんのよ、2キロ弱ぐらいかな、2キロ弱ぐらいと思います。見ますね、青い看板の公園でございます、店の中はね、
撮影しないんで、店の手前、手前っていうか自動ドアの手前、いつもあの車椅子止めるとこ僕が勝手に決めてるんですけどね、自転車とかバイクはこの右側で、こっちが車ね、左が車で、僕はあんまりこうドッグフードってあんまりウロウロできへんので、あ、なんかなるべく入り口の近くに、邪魔のならないところに止めてます。この辺はね、案外誰も買いに来ない、まあ、キャンプのシーズンだったら来るんかな、この辺ちょっとキャンプ道具とか置いてるんでね。で今店の中入ってドッグフードと靴買ってきました、うん、ね、半月分ぐらい。でこれ靴ね、ちょっと間違うて買うて思うてね、いつもマジックテープの買うんやけど、なんか知らんけど紐靴買うてしまいました。まあ紐靴結べんことはないんやけどね、時間がかかるし、あのちゃんときつく縛れないんでね、知らん間にほどけてるとかあるんでね、ちょっと持っていくのにはまた2キロね、家帰ってから気がついたんでね、もうしゃあない、もう紐靴箱練習所ね、そういうことでまた同じ道を帰っていきます、ね、もう暑いんでね、もう蒸し暑いんで、もうラーメン屋にも別に、ね、ちょうどまだこれ11時ぐらいかな、まだお店開店してる、ね、マクドナルドもあんまり好きじゃないんでね、だから何も買って帰らないね、まっすぐ帰ります。あ、いつもまっすぐ帰ってるんやけどね、もうここでおしまいです。